病気っていうかね、変なアクシデントがあったけど、僕は鉄は行っちゃうかなと思った時あったんですよ、うん、人間ってのは面白いもんで、こんなに若いのにダメなのかなっていうのが気がしましたよ、うん、その時ね、あのひげぼうぼうでね、うん、あの頃やっぱり2年ぐらいついたんだな。そうですね、はっきりしませんでしたね、東大ね、それはね、それはやっぱり一つの結束のね、結束とオーバーだけど、うん、もう何かにつながっていってますよ、うん、その僕が廃業になって、うん、もう会社潰せと、もう畳んじゃえと、うん、でもミッチェルもいらんと、もう8ミリのキャメラぐらいあればいいと、うん、ね、というその前に鉄が180万持ってきて何か使ってくれみたいな話がね、うん、もうその辺からじゃないですか、うん、なんかもう歯車が合う合わないじゃなくて、うん、外れなくなっちゃったのね。なんかあの東大病院にしてる時にね、まあ、社長が見舞いに来てくれました、うん、だもう全然上の空なんですけどね、こっちはしんどくて、うん、ただおっしゃったことを覚えてるんですよ、うん、テス、お前の葬式用に喪服用意しとくわって、うんね、うん、これはそのどういうことかっていうとね、うん、やっぱり頑張れよっていうことじゃないかと思う、うん、その若さでくたばるではないぞというね、うんうん、それでお前奮い立てと、もう死ぬも死なないもお前の勝手だと、うん、お前が奮い立たなきゃダメだ、もう服用意しとくぞ、うん、これ今でも忘れませんね、うん。